バクトリアの一グレコバクトリア王国はヒンドゥークシュ山脈からアム川の間にバクトラを中心として建てられたギリシア人王国で代表的なヘレニズム国家の一つ。グレコバクトリア王国は支配体制が未整備だったため王道交代、勢力性水が頻繁で王権が弱く、地方の王が権力を持ちしばしば国家が分裂した。名称のグレコバクトリアとは ギリシア人のバクトリアという意味で、単に、バクトリアやバクトリア王国とも呼ばれるが、地方としてのバクトリアと混同しないよう、ここでは、グレコバクトリア王国とする。バクトリア地方には、アッシリアが滅亡した後、西アジアの主要勢力となった四国の一つである、メディア王国が勢力を伸ばしていた。その後、紀元前518年頃 アケメネスワサペルシアのキュロス2世の時代に征服され、ペルシア帝国の一部となった。さらにその後、紀元前328年に、マケドニア王国のアレクサンドロス大王によって、征服された。大王の死後はセレウコスワサシリアの一部となり、従軍ギリシア人の一部が住み続けた。紀元前256年に、 サトラップの地位にいた、ギリシア人のディオドトスが反乱を起こし、独立して、バクトラオトとするグレコバクトリア王国を建国した。この時、北部のソグディアナ、西方のマルギアナなどを征服した。ディオドトス2世の時代の紀元前228年頃、同じくセレウコス朝より独立したパルティアと同盟を結び、西方を固めた。この同盟は、 紀元前189年まで続く。バクトリアからインドまでの諸都市。インドに進出したデメトリオス一世は、ヒンドゥークシュ山脈を越えて南下、ガンダーラを占拠した。さらに北西インドの侵略を続け、アラコシア、ゲドロシア、カチャワール半島まで支配下とした。デメトリオス一世に続いて、その弟アンティマコス一世の知性に入ると、インドにおける、 マウリア朝の彗星に乗じて、さらに、インド方面へ勢力を拡大し、タクシラを占領して、ガンダーラ地方を征服した。しかし、紀元前171年頃、アンティマコス彗星は、武将の一人であるエウクラティデスによって殺される。ほどなくして、グレコバクトリア王国は、バクトリアに残存する集団と、北西インドの集団に分裂した。 エウクラティデス一世は王位を奪ってからというもの、多くの戦争を遂行したため、グレコバクトリアの兵力と国力を衰退させていった。しかし、そんな状況下でもエウクラティデス一世は、インドグリーク朝のデメトリオス二世を倒し、西北インドを再び支配下に置くことに成功する。紀元前145年頃、エウクラティデス一世が、インド遠征から帰還する際、 王国の共同統治者にしておいた息子のヘリオクレスによって殺され、ヘリオクレスがグレコバクトリア王国の君主となった。しかし、ヘリオクレスの治世は長く続かず、紀元前140年紀元前130年の間に、北の遊牧騎馬民族であるアシオイ、パシアノイ、トカロイ、サカラウロイの4種族に侵攻され、王国は滅ぼされた。 デメトリオス一世の銀貨ビオドトス一世の金貨 BC250 年頃ワイハヌム遺跡出土のコリント式の中東グレコバクトリアは商業と思考業の中心で商業の発展は多数発見されたコインでうかがい知ることができる。その絶頂期にあたるのがデメトリオス一世の時代であり、当時のバクトリアには南はインド、東は中国、西はパルティア、 エジプト、ローマの商人が集まり、各地のあらゆる商品が取引された。また、当時から、絹は、西方文明地域の支配階級にとって、不可欠な物資となっており、長県が、最域に至るより以前からもシルクロード交易が行われていたことになる。主に取り扱われる商品としては、北方の比較、毛織物、インドの香辛料、甘味料、金銀、 宝石、奇跡、ガラス、薬品、金属製品、造毛などであり、その商品は一旦バクトリアに集められ、取引された後に各地へ運ばれた。つまりバクトリアは中継市場として機能していたのである。同時代の世界貿易の中心地として、エジプトのアレキサンドリア、西北インドのサガーラが挙げられる。グレコバクトリアのコインの表側には、 当時の王の横顔が、裏側には、ゼウス、ポセイドン、アポロン、アルテミスなどのギリシアの神々や、ヘラクレスなどの英雄の像が刻まれていた。グレコバクトリアの神話は、もともとの古典古代のギリシャ神話と、東方のイランインド神話が融合したものとなり、例えばヘラクレスは、ウェルトラグと融合し、アポロンは、ミトラと融合して、両神話の神々は同一のものとされた。 ギリシア文化を生かして石材が用いられ、新しい都市は原則として四角形、または正方形に作られ、四角形の塔を伴う城壁に取り囲まれていた。また、豪華な植物分入りの中東を持つコリント式園柱が好まれた。アイハヌム遺跡タジキスタンとの国境近くにあるアフガニスタン北部で発見されたバクトリア有力都市の遺跡。 かつてのアレクサンドリアをシアナに否定される。ディオドトス一世、ディオドトス二世、ディオドトス一世の子。エウテューデモス一世、ディオドトス朝から、大井三達デメトリオス一世、エウテューデモス一世の子。北西インド進出、タクシラ占領アンティマコス一世、デメトリオス一世の弟エウクラティデス一世、エウテューデモス朝から、大井三達、プラトン、エウクラティデス一世の子。 ヘリオクレス一世、エウクラティデス一世の子、プラトンの弟リディア、シンバビロニア、メディア、エジプトを指す。ポンペイウストログスのピリッポス氏では、王国の共同統治者にしておいた息子によって、殺されたとしか記されておらず、ヘリオクレスかどうかはわからない。ポンペイウストログスの地中海世界史では、サラウカエ族とアシアニ族がバクトリアとソグディアナを、 占領したとしている。森正夫、岡田秀弘編、民族の世界史4、中央ユーラシアの世界の64ページ、第1部イラン系民族より、ありがとうございます。